こんにちは、永田です。今回は、先日募集した質問をお答えしていこうと思います。ということで質問コーナーやっていこうと思います。イエーイ。で、今回は私が質問を言って、私だったらこう答えるであろうっていう回答を妹に答えてもらおうと思います。で、妹は出たくないってすごい固くなり拒否してきたのでちょっと今私の向かいにいるんですけど、ここで回答してもらおうと思います。こんにちは同じような質問はちょっと割愛させていただくのと、あと前回の質問コーナーでお答えしているようなこともちょっと割愛させていただきます。では、付き合う人、結婚したい人の条件を教えてほしいです。いきなり攻めるねえ、もう上から行くから。お姉ちゃんが、うん、私がお姉ちゃんが、うん、いいの？いいよ。お金があって、おじさんで、おしゃれ、面白い人何それそうじゃん。だって何それ。そうでしょ。正解は、まあ、気の長い人。気の長い人、うん、怒んないってこと。怒んないってこと。気の長い人がいいです。まあでも、お金はあったらあるだけいい。なぜなら、女性はいつか出産するってなった時に必ず働けない期間があるから、その時にお金のない人だったらちょっと苦しい思いをしてしまう可能性があるので、お金はあった方がいい。あるだけあった方がいいと思います。はい、じゃあ次。今までどんなバイトをしたことがあり噛んじゃった今までどんなバイトをしたことがありますか？ドトール。うん、ドトールで長いこと働いてました。高校1年生の終わりから大学卒業まで。バーミヤン。バーミヤンは一瞬。ポポラマーマ一瞬あと短期の何個か。うん、そうだね。そんな感じでした。初めて永田さんを見た時、ダンスうまそうって思ったんで、一回踊ってほしいですあ、いい、そこでそこで。私ほんとダンス踊れないので。やってみできないよ。やってみ。できないよ。何踊るの？いや、あ、じゃあこれじゃない。君の中にあるもの、長い。はい。はい。じゃあ次。永田さんのファッション大好きです。服を買う時の自分ルールありますか？また何を参考にコーデを組んでいますか？俺が一番だってな感じでしょ？うざい。そんなわけないじゃん。え、そんな風に思ってたの？ひどいんだけど。でもさ、やっぱりこう着て、うん、しっくりくるもの、まあ、試着を必ずするようにはしてます、うんうん、まあ、でも試着しなくても明らかにこれはいけるって思ったものはいけるというか、まあ、サイズ感的にいけるって思ったものとかだったらそのまま買っちゃうんですけど、基本的には試着をするようにしてます。すごい日が暮れ、なんか日が、雲が、雲の動きが。永田ちゃんは彼氏いますか？いなかったら好きな人とかいますか？もしいたらエピソード聞きたいです。あと、お箱なんですか？ぜひ質問コーナーで歌ってください。いないし。あ、彼氏はいません。いないし。好きな人もいませんお箱は自分的にどう？ボヘミアンでしょ。ボヘミアン、やばいボヘミアン、歌って歌って歌って。え、ボヘミアン分かる人いるかないないよボヘミアン、やぶらかけろパンツ広瀬香美とか、普通には。普通に4月から大学生&一人暮らしです。だけど、すごく人見知りで不安だらけなんです。そこで、永田ちゃんが初対面の人と話すとき気をつけてることがあったら教えてほしいです。あと、もしよかったら大学時代の話も聞いてみたいな。ほう、人見知り。永田ちゃんが気をつけてること、あ、こんにちはみたいな、すごいニコニコ、とりあえず笑顔で、うん、笑ってれば大丈夫みたいなえ、でも笑顔でいれるっていうのはマジ。うん、そう、そうですね。そう目を見てこんにちはってニコニコすることは大切だと思います。こんにちは。すっごいバカにしてるあとなんだっけ。大学時代のお話。あのピアノの練習をすごいしてたから部屋で、でそのピアノの先生が死ぬほど怖かった。なんかのだめカンタービレに出てくるような、ある意味ユニークな先生だったので、なんかもうこう超モード系みたいな感じの、パッツンベレー帽をこう斜めにかぶったみたいな髪型をしてる先生でいつもタイトスカートにジャケットビシッと決めてハイヒール
で必ず足を組んで腕を組んで練習してないんだったら出て行きなさいみたいな先生でした。めっちゃ怖かった。ほんと毎回授業で必ず誰か一人が泣くっていう、めっちゃ怖い先生でした。絶対言うな。私も超泣いてた。やだ、怖かった本当に。はい、では好きまたは思い入れのある本や雑誌はありますか？美容やファッションの情報はどんなところで得ていますか？本で言うとさきちゃんたちの夜っていう、自分がさきちゃんだからさきちゃんたちの夜っていう吉本バナナさんの短編小説がすごく好きで何度も読み返したりしてました。なんかね、やっぱり自分の名前と同じ名前の登場人物が出てきたりするとやっぱり思い入れの深くなる。なんかいろん短編集なんだけど全員さきちゃんなの、主人公が、主人公というか登場人物が全員さきちゃんで、同じ人が別のお話に出てくるわけではなくって、全員違うさきちゃん、いろんなさきちゃんがいて、でルノレもこう日本的な切ない、なんとも言い難い絶妙な感情みたいなのを表現したお話なので、とっても面白いです。よかったらさきちゃんというお名前の方読んでみてください。別に他の人も読んでいいと思います。そう、吉本バナナさんの本はとてもなんだろう、優しいというか。私も初恋とかはすごい好きだった。私も初恋読んだ。あれ家にあったから、うん、家にあったから読む。私が読書感想文で買ったからだわ。そうだ、うん、まあそんな感じです。で雑誌ヘチマミルク連載してたやつ、ジッパー？ジッパー。あーそうだね、私中学生の時、高校生の時、中高生の時はもう超ジッパー愛読者だったので、ジッパー、キューティーとか、あーもうもろそっち系大好きだったのですごく見てましたね。美容やファッションの情報はどんなところで得ていますか？まあ多分これは妹答えられないので答えると、まあインスタグラムとかで美容の情報は得てます。インスタグラムでマキア、ボーチェ、アットコスメとかのアカウントをフォローしてると定期的に新作の情報が投稿されるので、そこでチェックすることもあります。あの雑誌を立ち読みしたりとかたまに買ったりとかもしてます。でファッションはなんだろうな、でも雑誌、インスタグラム、あとはピンタレストとか、こう外人さんのコーディネートを見たりとかして可愛いなって思ったものをスクショしたりとか保存したりとかして参考にすることが多いです。で気になるブランドとかがあったら、そのブランドっていつからあるんだろう、どこのブランドなんだろうっていうのを調べたりするのも好きです。はい、じゃあ次。私は今年の4月から社会人になりますが、転職はいつかしたいと思っています。永田さんは転職は何度か経験ありますか？転職の良し悪しがありましたら教えていただきたいです。うん、私は転職は何度かしてます。大学は保育科に通っていたので保育士もやってました。辞めてしまってアパレルの会社に勤めて、そこは長かったよね、うん、アパレルの会社にずっと勤めてて、でその後ベンチャー企業に勤め始めました。まあ、ちょっといろいろ端折ったんですけど、うん、何度か転職経験はあります。いいところは新しい環境に置くと自分がシャキッとするというか、また一から頑張ろうという気持ちになれるので、前向きに頑張れるのでそこがいいかなと思います。まあ自分がその前の会社で身につけたスキルが次の会社で活かせるかどうかっていうのはまた違ったりするので、まあ活かせるようなところに転職するのか、そうじゃないところに転職するのかっていうのでも違ってくるとは思うんですけど、まあそれなりのメリットデメリットはあるのかなと思います。でもなんか私は自由に割と生きてるので、やってみたいことに挑戦するっていうのは我慢せずにしていった方がいいかなと思います。今はもう人生80年じゃなくて人生100年って考えてもいいってなんかの雑誌で書いてありました。じゃあ次。永田さんのお気に入りのスニーカーもしくは狙っているスニーカーはありますか？お気に入りはあれでしょ、今はこの間のチャックテイラー。狙ってるのは知らん。今一番のお気に入りはチャックテイラー。狙っているスニーカーは MM6 の白い厚底のスニーカーが欲しかったんですけど、もう売り切れちゃって買えませんでした。たまに見えるサキさんのうなじがとても綺麗で気になったんですが、何かお手入れされてますか？あとショートヘアということでファッションのこだわりはありますか？うなじはそんな綺麗ではないんですけど脱毛には通ってます。でファッションのこだわり、でかいピアス。あーそうかもしれない、でかいピアス、うん、洋服のこだわりだとなんかこう、私すごくカジュアルなので女っぽいアイテムを入れるとか、まあそれこそこういう男の人はつけないじゃないですか、こういう大きいピアスってとかをつけたりするのが私なりのポイントかな。コスメと洋服どちらにお金かけてますか？
ご飯めっちゃ笑うじゃん。その通りってこといやいや、そんな即答でご飯ってくるとは思わなかったけど、どちらかというと洋服の方がお金かけてると思います。貯金はどんな感じでやってますか？ない。貯金は全然ありません、残念ながらやばい。一応積立貯金、積立預金、積立貯金みたいなのは銀行で契約設定みたいなのはしてるので、毎月ちょこちょこはされているはず。はい。本当に心から話せる友達ってどれくらいいますか？お姉ちゃんが、うん、3人ぐらい。うん、でもそれぐらいかも。恋バナしたいな。ない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 、無理だよ。お姉ちゃんとは無理です。残念でした。そんなことないし。残念でした。恋バナしよう。なんかしてみんじゃん。恋バナしよう。ときめかせてみ、なんか。いや、ときめかせてみって何よ。心、私の心。そう私の心はあんまりときめかない。ダメじゃん、ほらほら、できないじゃん、無理。まあでも学生時代とかはね。あー、中学生の時にポエム書いてた。うざなんか私にも見えへんな時代があったんですね。もうやめよう、これは。